マンフレート・ウォルフは東ドイツ、チューリン・ゲン州・スタインバック・ホロンベク出身の下、スキージャンプ選手。1960年代から1970年代にかけて国際大会で活躍、1969年から1973年まで飛距離の世界記録を保持していた。ウォルフは地元の SC ・スタインバック・ホロンベクでスキージャンプをはじめ、 後に SC モーターゼラメイリスへ移りヘルムート、レクナゲル及びハンスレナーの指導を受けた。兵役についたウォルフは、アスク・フォーベルツ・ブロタードで、ベルナー・レッサーの指導を受け、アスク・フォーベルツ・オーバー・ホーフに移籍するとヘルムート、レクナゲルの後継者と考えられた。1969年ザ・コパネで行われたチェック、マーサースメモリアル大会で70メートル級と90メートル級の種目を、 制覇、同年3月23日には、プラニツァに完成したばかりの新しい、フライングヒルレタウニツァブラトーゴリシェクで165メートルの最長距離を記録した。この記録は1974年3月15日に、バルター・シュタイナーが169メートルを記録するまで世界記録であった。1972年の札幌オリンピックに出場、70メートル級では38位に、 終わったが90メートル級では5位となった。同年のラハティスキーゲームズでは優勝、スキーフライング世界選手権では6位となった。1974年に現役を引退後は、機械工学の学位を取得、地元スタインバックホロンベクで会社を経営、バイアナオに住んでいる。ありがとうございます。